俺はチョキングスマッシュ。ゴクチョキングだ。チョキングってチョキングだよ。スマッシュはスマッシュだ。どうした。はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、ボトルチェンジライダーシリーズ05仮面ライダービルドファイアヘッジホッグフォームです。はい、ということでベストマッチ5つ目ですね。早速開けていきましょう。はい、ということでこちらがファイアーヘッジホッグフォームですね、うん、これいいね。すごい白と赤ですごいメリハリがあっていい感じですけれども、ハリネズミのハリすごいね。すごいね、手がね、騒動と同じように。あ、パンチがすごそう。これは、うん、痛そう。反対側はこの消防車のホースがついてますね。あ、動く。お、動くの。あ、ここだけ、うん、これだけ。あ、これだけか、うん、なるほどね。でも面白い。足の部分はこんな風になってますね、うん。これ僕が考えたポイント、これちょうど消防車の力で水をブシューって放って、でこのパンチを構えてる。ああ、なるほどね、うん、いいんじゃない。うん、パパはこんな感じですね、うん。このね、左手がボトルこう差し替えようとしてて、でその間に攻撃されてもこっちでブシュっていける。ブシュって、ね、面白い。ブシュってできるっていう感じ。確かに。はい、ベストマッチではないんですけれども、こちらがラビット消防車フォームだね。こちらがハリネズミタンクフォームだね、うん。これは赤赤だね。面白い。すごい桃太郎さんみたいな。でこっちはいい感じに白とブルーでかっこいいね。これテレビでもう出てくる。あ、そうだね、これ出てくるね。はい、続いてこちらがゴリラ消防車フォーム。そうだね。でこっちがハリネズミダイヤモンドフォームだね、うん。はあ、こっちはシックな感じだけど、これはまた爽やかな感じでいいんじゃないかな。うん、いいいい。はい、続いてこちらが鷹消防車フォーム。そうだね。でこっちがハリネズミガトリンクフォームだね、うん。これは両方ともかっこいい。うん、合ってるね。これ白に銀は一番合ってるね。似合ってるよね、うん。で赤にオレンジもなんかグラデーションチックでいいと思います。はい、続いてこちらが忍者消防車フォームと、そしてハリネズミコミックフォームだね、うん。はい、色合い的にはこっちはシックでこっちはカラフルなんだけど、うん、両方ともいい感じだね、うん。忍者消防車はどっちかというとラビットタンクっぽいのかな、確かに、色が、うんうん。俺は仮面ライダービル、今日もスマッシュと戦うぞ。なんだって？ん？スマッシュと戦う、俺のことか、もしかして。え、俺はチョキングスマッシュ。ゴクチョキングだ。チョキングってチョキングだよ。スマッシュはスマッシュだ。どうした、大したことないな、君はまさか仮面ライダーデオの桃太郎か。もう知ってるのか。知ってる、君のこと尊敬してるんだ。おお、そうか。だったら仲良くしよう。チョキングだから中にお金が入っててね。ジャラジャラなって申し訳ない。やっぱり弱いな。ちょ、強すぎる。なら、これだ。ガトリンクフォームだ。おお、ガトリンク。ガトリンクってなんだ。ああ、ガトリンクっていうのは銃で、え、聞かないって言ってるだろ。嘘でしょ。俺の中にお金が、もうお金が入ってるからパワーがすごいんだよ。言っとくがな、これは最初から最後までクライマックスなんだよ。え、クライマックスってどういう意味。どうだ、参ったか。なんだこいつは。先輩になってモータルスフォーだ。消防車、
ット消防車フォームだ。ラビット消防車桃太郎じゃねえよ。あ、プシー、引かないって言ってるだろ。いやー、やばいやばいやばい。必殺、俺の必殺は、あ、効かない、チョキングつぶし。あー、どうしよう。なんで効かないんだ。決まったぜ。なら最後のフォームチェンジだ。ハリネズミベストマッチ。 Are you ready? Rescue Kevlar Fire Hedgehog。 またちょっと Fire Hedgehog フォームだ。ソニックザ・ヘッジホッグフォーム。ガク、違う違う違う、ファイヤーヘッジホッグフォーム。んー、どっちにしてもあんまり強そうじゃねえな。はあれ、なんだよ、俺の強で、あ、強り。じゃあ最後にもう一度必殺技を決めてやるぜ。必殺、俺の必殺技パート2。しゃあ、強すぎる。やっぱりチョキングには勝てなかったな、かわいそうに。くそー、あ、弱点見つけた。あっ、何、お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 、無意にもした。やった。はい、ということで今回はボトルチェンジライダーシリーズ05仮面ライダービルドをファイアヘッジウォークフォームでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録をよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。